こんにちは。ブロガーで作家のハーチューです。今日は荷物を少なくしてバッグを軽くする方法について私なりの方法をお話ししたいと思います。で、あくまで私の方法をご紹介するんですけど、私自身も常により良い方法を試して身につけていきたいので、ぜひコメント欄などで、皆さんの実践している方法も教えてください。で、早速まず一つ目からお話しするんですけど、一つ目はケーブルのいらない充電器を使うことです。私は iWalk というところの超小型モバイルバッテリーを使ってるんですけど、これが iPhone に直接させるタイプで、で、充電用のケーブルを持ち歩かなくていいんですよね。もしね、充電ケーブルが別にいるタイプだと、あ、充電ケーブルだけ忘れたって言って、充電器はあるのにケーブルがないから充電できないみたいなことがあるんですけど、この iWalk のモバイルバッテリーは iPhone に直接させるっていうことで、ケーブルを忘れる心配がないです。おまけにですね、普通充電器って充電器用の、ケーブルで充電しないといけないんですけど、このモバイルバッテリーに関しては iPhone と同じライトニングケーブルで充電できるので、家でね、複数のケーブルがどちらかってどれがどれだっけって頭がこんがらがることもないです。私はモバイルバッテリーは結構頻繁に買う方で、日々より良いもの、より軽くて使いやすいものを探してるんですけど、今の私のマイベスト充電器はこの iWalk の超小型モバイルバッテリーですね。またもっといいの見つけたっていうことだったらご紹介しようと思うんですけど、これは本当におすすめですね。常に持ち歩いています。で、二つ目なんですけど、これは女性向けの方法になります。私、コスメポーチを持ち歩いてません。コスメポーチをリストラしましょうというおすすめなんですけど、コスメって結構重いんですよね。で、なんかポーチに入れて持ち歩くと、意外と使わなかったなみたいなものも持ち歩いたりしてしまうので、私はコスメはポーチに入れずほぼ裸で持ち歩くっていうことと、あとは特別な日を除いてリップと口紅しか持ち歩きません。で、基本的には外でメイク直しっていうのはしないんですけど、夏はメイクアップが崩れにくいスプレーっていうのをしてます。で、私が使ってるのはクラランスっていうところのフィックスメイクアップドゥっていうアフターメイクアップローションっていうものなんですけど、どこのどんなブランドのスプレーでも大丈夫かなというふうに思います。メイクの仕上げにシュッとしておけば、外で直すほどメイク崩れはしないかなというふうに思います。本当に暑い日で汗ダラダラにかいてメイクドロドロに溶けるみたいなことはあるかもしれないですけど、私そこまですごい汗かく方でもないので、一応フィックスメイクアップを、つけてればそんなに崩れることはないですね。もともとそんなにファンデーションとかをしっかりつけるタイプじゃないからかもしれないですけど、メイク直しそんなにしないですね。で、あとはその眉毛が消えてしまって心配っていう人は、眉毛ティントって言って眉毛のこう色と濃さを定着させるようなものもあるんですけど、眉毛だけ別で定着させてくれるメイク用アイテムもあって、私はアイブロウコート、セザンヌのアイブロウコートっていうのを使ってます。これ透明マスカラみたいなものなんですけど、先っちょがハケになってて、それで眉毛をちょ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 ってやっておくと、夜まで眉毛の先っちょも取れません。こういうのがあるとね、朝から夕方まで眉毛が薄くなることはないです。このセザンヌのアイブロウコートはたった500円なので、試してみる価値はあるんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目が肩掛けストラップ付きのスマホケースを使うことですね。スマホってやっぱ意外と重さも大きさもあるので、バッグに入れたらそれだけで結構バッグがいっぱいになっちゃったりするんですけど、バッグから出して斜めにかけておくっていうのは利便性の面でもすごくおすすめです。で、私は今バンドリアっていうところのストラップ付きのスマホケースを使ってるんですけど、ここのケースはクレジットカードが入るようなポケットもあるので、それでね、すごく便利でね、タクシーに乗ったりとかコンビニでちょっと物を買う時っていうのは、わざわざバッグゴソゴソして財布出さなくても、スマホケースからさっとカードだけ出したらこと足りますね。で、あとは
はそのアプリとかにポイントカードを入れておくとかしておくと、本当にスマホだけで結構出かけられちゃったりするので、物がどんどん持ち歩くものがどんどん少なくなりますね。スマホの活用、スマホをいかに活用するかっていうことが結構物を少なくするポイントの一つかなというふうに思ってて、例えば私は以前は紙の重いスケジュール帳を持ち歩いていたんですけど、今は Google カレンダーだけになったので、その意味でもそうやってその持ち歩いているものの機能でなんか同じことをやってくれるアプリないかなみたいな感じで見直していくと利便性も高まるし、そして荷物も少なくなるのかなというふうに思います。まあ、あとの私の工夫は、出先では紙の本ではなくて Kindle で本を読むとか、ノートは大きいサイズは家で使って、持ち歩くときは小さいサイズ、ミニノートと呼ばれるものを使うとか、あとは、まあ、コスメと同じなんですけど、ペンケースを持ち歩くと、なんか欲張って結構何色もペン持ち歩いちゃったりとかして、でも意外とペン使わなかったみたいなことってあるんですよね。だからペンケースごとペンを持ち歩くんじゃなくて、もうペンは予備を含めて2本だけ裸でバッグインバッグに常に入れておいたりしてます。2本っていうのは、1本だとやっぱなくなることがあったりとか、あと忘れた友達に貸せたりとかするので、まあ、2本っていうのが自分の中での基準ですね。あとまあポイントカードは結構使ってないお店のものを財布に入れてたらすぐ財布パンパンになっちゃうので、定期的に見直したりとか、そもそも財布をコンパクトにすると、そうやってなんかすぐにそのいらないものを出そうっていう意識が身につくので、財布自体をちょっとちっちゃくするとか、あとは前日に準備して今日いるものっていうものだけをバッグに入れておいて、持ち物は常に見直すとか、まあ、そういうちっちゃい心がけはいろいろあって工夫してるんですけど、まあ、今日は主にアイテムでなんとかなる方法を紹介したかったので、3つに絞りました。1つ目が充電器、2つ目がコスメポーチの話、3つ目がスマホケースの話でした。というわけで、もしいいなって思った方法があればぜひ取り入れてみてください。ではではまた。